幕末維新解雇団、高村幸運、私の父祖の話。まずいろいろの話をする前に、前提として私の父祖のこと、つまり私の家のことをあらまし話します。私の父は中島金松と言いました。その三代前は、 陰州公の藩疇で、中島十左衛門と名乗った男。せがれに同名長兵衛というものがあって、これが先代からの遺伝と申すか、大層見事な髭を持っておった人物であったから、世間から髭の長兵衛とあだなされていたという。その長兵衛のこの中島富五郎になって、私の家は、 全くの町人となりました。富五郎の子が金松。これが私の父であります。父の家は随分と貧乏でありました。これは父が道楽をしたためとか、心がけが悪かったとかいうことからではありません。全く心柄ではないので、父の金松は、九歳の時から体の悪い父で、 そのため、とうとうこれという決まった職業を得ることもできずじまいになったのであります。父としてはいろいろの希望もあったことでありましょうが、つまり幼年の時から一家の犠牲となって生活に追われたために、習い覚えるはずのことも事情が許さず、取りまとまったものにならなかったことでありました。 祖父にあたる富五郎は八丁堀にうなぎ屋をしていたこともありました。その頃は遊芸が流行で、そのうちにも富本全盛時代で、江戸市中一般にこれが大流行で、富五郎もその道にはなかなか堪能でありましたが、分けて僧侶娘は大層上手でありました。親子とも芸事が好き、上手であったから、 自然その道の方へ熱心になり、娘は十か十一の時、もう処法のお得意から招かれて、行く末は人角の富本の名人になろうと評判されたくらいでありました。親の富五郎も鼻高々で楽しんでおりましたが、ふとある年、悪性の放送にかかって亡くなってしまいました。そのため富五郎は、 すっかり気を落としてしまい、気の狭い話だがら、やけを起こして商売の方はうっちゃらかして、処方の部屋へ行って、銀張りのバクチなどをして遊び人の仲間入りをするというような始末になって、過度はだんだんと衰えていったのでありました。しかしこの富五郎という人は、ごく気受けのいい人で、 大層世間からは可愛がられたと言います。やがて家業を変えて魚屋を始め、神田大門通りのあたりを得意に、除災なく働いたこともありますが、江戸の大化にあって木の実木のままになり、流れて浅草の花川戸へ行き、そこでまた魚屋を始めたのでありました。花川戸の方も、 ところがらなかなか富本が流行りまして、素人の天狗連が申し合わせ、講座をこしらえて、富本を語って大勢の人に聞かせている。素人が集まって語り合うことをおさらいという。これにつきさらい、大さらいとある。寝が好きでもあり、上手でもあった富五郎が、 この連中へ仲間入りをしたことは最もな話。ところが富五郎が講座に出ると、大層評判がよろしく、魚屋の富さんが出るなら聞きに行こうというようなわけでした。このおさらいは、下手なものが先に語る。多少上手なものが後で語るのが通例である。そのため聴衆は、 先に語る人に悪口を言う。下手な人が講座に上がると、貴様なぞは早く語って降りてしまえ、富さんの出るのが遅くなるぞなど騒ぎました。するとその連中の中に、このことを悔しがり、富五郎の芸をそねむ者があって、ひそかに湯飲みの中に水銀を入れて、富五郎に飲ませたものがあったのです。 そこは素人の悲しさに、ゆくみがない。ゆくみは友達が変わりあってしたのですから、意志を持った男は、その暇に悪いことをしたのと見える。本職の他有は、他人には湯はくませはしない。皆門人を使うことになっている。富五郎はその晩から、恐ろしくしゃっくりが出て、どうしても止まらない。 体も変な具合になっていきました。するとそれを見たお得意先の大門通りの役所屋の主人が、こりゃあいけない。富五郎さん、お前さんは水金にやられたのだ。早速手当てをしなければ。というので、その主人は一通りの薬剤のことには詳しかったので、下剤を持って手当てをしました。すると、 ようやくしゃっくりは治りましたが、声は全く立たなくなる。体は効かなくなる。まるで中期のような具合になって、よいよいになってしまいました。この時はちょうど、私の父の金松が九歳の時であります。九歳の時から、一家不要の任にあたって、立ち働かねばならない羽目になったというのはこれからで、 その上の弟が二人、妹が一人、九つや等の子供には、実に容易ならぬ負担でありました。こういう風うの一家の事故ゆえ、そのしばらく前から方向に出ていた袋物屋をいとまどって、金松は家へ帰ってきました。家へ帰ってきはしたものの、どうしていいか、 10歳にも足らぬ子供の知恵にはどうしようもない。けれど子供心に考えて、父富五郎は体こそ効かぬようになったが、手先は誠に器用な人であったから。お父さん、何かこしらえておくれ。私が売ってみるから。というので、子供ながら手伝い、あるおもちゃをこしらえ、それを小風呂敷に包んで、 縁日へ出て売り始めたのです。そのおもちゃというのは、今では見かけもしませんが、薄い板を台にして、それに小さな梯子がかかり、梯子の上で人形のひけしが飛び口などを振り上げたり、日の見をしていたりしている形であります。それがちょっと思いつきで人目を引き、子供が非常に欲しがるので、 相当商売になりました。で、細々ながらまずどうにかやっていく。そのうち縁日の商いの道がわかるにつけ、いろいろまた親子で工夫をして、一生懸命に働いては、大勢の一家を子供の腕一本でやっていきました。こういうありさまであるから、とても波の子供のように、 一通りの職業を習得するは思いもよらず、口すぎをすることが関の山でありました。そのうち、金松もだんだん人となり、妻をも迎えましたが、相変わらず親をば大切にして、高校息子というので名が通りました。それは全く関心なもので、お湯へ行くにも父親をおぶっていく。 頭を剃ってあげる。食べたいものを無理をしても買って食べさせるという風で、金松の一生は、ほとんどすべてを父親のために奉仕し尽くしたと言ってもよろしいほどで、まことに気の毒な人でありました。けれども当人は至極元気で、愚痴一つ言わず、さっぱりとしたものでありました。私の母は、 埼玉県下高野村の東大寺という修験の家の出であります。そのうちの姓は菅原、道保という人の次女で、名をマスと言いました。こうした家柄に育てられたマスは、相当の教育を受け、和歌の道、書道のことなどにも暗らからぬほどにしつけられておりましたので、まず父の金松には、 不相応なほどできた夫人であった。察するにますは、金松の境遇に同情し、十分の好意を持って、妻となったのであったと思われます。金松には千歳があり、それが不縁となって、一人の男子もあった。これが私の兄で、美之助という大工で、今年七十八歳。新人者で、 毎日神仏へのお参りを、務めのようにしております。今は日本橋浜町の娘のところで達者に安楽にしている。その中へ自ら進んできてくれて、夫のため、衆都のために一生を尽くしたことは、私どもにとっても感謝に余ることである。祖父富五郎はちょうど私が十二歳で、 師匠のうちに弟子入りした年、文久三年七十二歳の高齢で没しました。また私の父金松は、明治三十二年、八十二歳にして没し、母は明治十七年、七十歳にて亡くなりました。私の子供の時の話。これから私のことになる。 私は今の下屋の北清島町に生まれました。嘉営五年、二月十八日が誕生日です。その頃は、随分偏僻なむさ苦しい土地であった。江戸下屋、玄宮寺門前といったところで、大黒屋茂蔵というのが大屋さんであった。それで長屋建てで、俗に言う九尺二軒。 タナチンがよく覚えてはいないが、五百か六百。四五年は別に話もないが、私の生まれた翌年の六月に、米国の施設ペルリが裏側に来た。その翌年、私の二つの時は、安政の大地震。三年は安政三年の大暴風。八歳の時は蔓延元年で、桜田の変。 いい家紋の神の見串しを、水戸の老子が挙げた時である。その自分のことも、おぼろげには記憶しております。十歳の時、母の里方、埼玉の東大寺へ奉公の下ごしらえに行き、一年間いて、十一に江戸へ帰った。すると同歩の実邸に、 欧州金火山の住職をしている人があって、ぜひ私をもらいたいと言い込んできました。父は無頓着で、当人が行くと言えば行くもよかろうと言っていましたが、母はたった一人の男の子を、行く末僧侶にするはかわいそうだと言って不承知であったので、この話は中止となった。私は十二歳になりました。 この十二歳という年は、当時の男の子にとっては、一つの決まりがつく年である。それは十二になると、方向に出るのが普通です。で、両親たちも、私の方向先について、よりより相談もし、心配もしておったことであるが、私は生まれつきか、のこぎりやのみなどを持って木切れを切ったり、削ったりすることが好きで、 よく一日そんなことに気を取られて、近所の子供たちといたずらをして遊ぶことも忘れているというような風であったから、親たちもそれに目をつけたか、この子は大工にするがよろしかろうということになった。大工というものは職人の王としてあるし、職としても立派なものであるから、腕次第でどんな出世もできよう。 好きこそものの上手で、俺に似て器用でもあるから、ゆくゆくは相当の棟梁にもなれようというような考えで、いよいよ両親は私を大工にすることにした。ちょっとその頃の私どもの周囲の生活状態を話してみると、今からは想像のほかであるようなものです。今ではただの労働者でも、枝の彫刻だのというようなことが、 多少とも頭にありますが、その頃はそうした考えなどは全くない。枝の彫刻だのということに気のつくものは、それは相当の身分のある生活をしている人に限られたもので、貧しい日常を送っている町人の身辺には、そんなことはまるで考えても見なかったものです。早い話が、家の作りのようなものでも、作りからして違っている。 今日ではどんな長屋でも床の間の一つくらいはあるけれども、その時代は普通の町人の家には床の間などはない。玄関や門などはなおさらのこと。そういうもののあるのは、五木地主か名主か医者の家くらいです。住居でも医植のことでも万事大層手軽なものでありますから。 今言ったような絵画彫刻というようなことに気がつかぬのは当然なことである。何でも手に一つの定食を習い覚え握りこぶしで毎日いくらかを取ってくればそれで人間一人前の農事として十分と心得たものです。そんなわけで私も単純に大工という職業を親たちが選んでくれたので。 私にもまた別に依存のありようもなかった。で、いよいよ弟子入りをするということに話は進んでいくのであるが、そのまた弟子入りということも簡単なものであった。弟子入りとして、弟子師匠とそこに区別がついて、相当の礼をして師弟の関係のできるのは、それは学問とか武芸の方のことであって、普通町人側の弟子入りは、 単に方向で、デッチ暴行であります。デッチ野郎が小僧に行くことでありますから、別段特別の意味はないのであるが、ただその年季のことが、普通一般の定則として、十一歳がその期に当たっていたのであります。十二歳になると方向盛り、十三十四となると、ちっと塔が立ちすぎて、 使う方でも使いにくくて困るといったもの。重視にもなってブラブラ子供を遊ばしておく家があると、あれでは貧乏をするのも当たり前だ。親たちの心得が悪いと、世間の愚痴がうるさかったもの。だから十一、二歳は奉公の鉄器であって、それから十年間の年季暴行。それが明けると一年の霊暴行。 それを務め上げない者はろくでなしで、取るにも足らぬ役座者として、町内でも貧積されたものでありました。私はその頃の幼名を密蔵と呼んでおりました。お前も十二になった。方向に行かんではならん。お前は大工になるがよかろう。どうだ、大工になるか。父の言葉に対して、 私は不服はありませんから。大工はいい。大工に行きましょう。そうか。それではいい棟梁を探してやろう。父はこう言いましたが、ちょうど私の父金松の弟の中島哲五郎という人の家内の里が八丁堀の水谷町に大工をやっておったので、他を探すよりも、 身内のことでもあるしこれがよかろうと、いよいよ明日はおばさんが、私をその大工の棟梁のうちへ連れて行ってくれることになりました。安床の安さんのこと。町内に安床という床屋がありました。それが私どもの行きつけのうちであるから、私はお湯に入って、髪をゆってもらおうとそこへ行った。 おう、密坊か。お前ついこの間頭をいったんじゃないか。浅草の観音様へでも行くのか。主人のやっさんが言いますので、いえ、明日私は方向に行くんです。と答えますと、そうかい、方向に行くのかい。お前はいくつになった。などと話しかけられ、十二になったから。 八丁堀の大工の家へ方向に参る胸を話すと、安床は、大工は職人の王なれば、大工になるはよかろうと大変賛成しておりましたが、ふと何か思い出したことでもあるように、俺は実は人から頼まれていたことがあった。もう惜しいことをした。と残り惜しそうに言いますので理由を聞くと、 それは元この町内にいた人だが、今は大層出世をして、彫り物の名人になっている。何でも日本一の彫り物師だということだ。その人は高村東雲という方だが、久方ぶりにここへおいでなすって、やっさん、誰か一人いい弟子を欲しいんだが、心当たりはあるまいか、一つ世話をしてくれないかと頼んで行ったんだ。 俺は今お前の話を聞いて、そのことを思い出したんだが、実に惜しいことをした。しかし蜜坊、お前は大工さんのところへ明日行くことに決まっているというが、それはどうにかならないかい。大工になるのもいいが、彫刻師になる方が、お前の行く末のためにはどんなにいいか知れないんだ。という話を、ヤスさんが私の頭を言いながら、 乗り気になって話しますので、私も子供心にちょいと頭が働いて、おじさん、その彫刻師ってのは、あの稲荷町のお棚でコツコツやってるあれなんですかと私は、使いに行く途中にその頃あった、ある彫刻師の店のことを言い出しますと、あんなもんじゃないよ。あれは掘り物大工で、宮堀りというんだが。 俺の言う高村東雲先生の方は、そりゃあもっと上品なものなんだ。仏様だの置物だの、手間のかかった、品のいい本当の彫刻をこしらえるんで、あんな稲荷状の荒っぽいものとはわけが違うんだ。そりゃあ上等のものなんだ。だからおめえ、ただの大工や宮市なんかとはわけが違って素晴らしいんだよ。水坊。 お前やる気なら、俺がお前のお父さんに話してやる。どっちも知った顔だから、俺が中へ入ってやる。こうやすさんは、しきりと私に進めますところから、私もいつかその気になって、それじゃあおじさん、私は大工よりも上国師になるよ、と承知をしました。そこで気の早い安床は、 夜分仕事をしまってから、私の父を訪ねて参り、時に金さんこれこれと、終始のことをまず話し、それから、その東雲という人は、お前の家の隣にいた人で、それ、日本橋通り一丁目の、諏ら山平の出版した江戸名所図絵を専門にすった人で、奥村東兵衛さんのせがれの東次郎さん、これがその東雲という方なんで、 今では浅草諏訪町に立派なうちを構え、と気さくな調子で小太りの体を乗り出して話すものでありますから、父も心動き、聞けばその東雲先生は、この同じ長屋に生まれた人だと言うし、お前とは親しいお方というから、それでは一つ、その彫刻の方へお願い申そうか。話の決まった大工の方は、 親類のことで帰っていいと思ったが、また考えてみると、方向先の身内なのはことによっては面白くないかもしれない。せっかくお前さんもそう言って進めてくれることゆえ、これは一つお願い申すことにしよう。だがまあ、当人の志が何よりだから、せがれに聞いてみましょう。と言うと、そのことなら本人はもう宣告承知のことだ。 善は急げだ。髪もいっていることだし、早速それでは明日俺が連れて行こう。とここで話が決まりました。この安さんという人は、その頃四十格好で、気象の至極面白い世話好きの人でありましたから、早速先方へその話をして、翌日私を東雲師匠の宅へ連れて行ってくれました。 それがちょうど私の十二歳の春、文久三年三月十日のことですが、妙なことが縁となって、大工になるはずのところが、彫刻の方へ道を変えましたようなわけ。私の一生の運命が、まあこのヤスさんの口入れで決まったようなことになったのです。で私にとっては、このヤスさんは、一生忘れられない人の一人であります。 後年私は、このやっさん夫婦の遺杯を仏壇に祭り、今日でもその供養を忘れずにしているようなわけである。私の父の訓戒。さて、いよいよ話が決まりましたその夜、父は私に向かい、今日までは親のそばにいてわがままはできても、明日からは、 他人の中に出てはそんなことはできぬ。それからお師匠様はじめ、目上の人に対し、少しでも無礼のないよう心がけ、何事があっても皆自分が悪いと思え。申し訳や口返しをしてはならぬ。一度死のもとへ行ったら二度と帰ることはできぬ。もし帰れば、 足の骨をぶち折るからそう思うておれ。うちに来るは師匠より許されて盆頭正月。一年に二度しかない。またこの近所へ使いに来ても、決してうちに寄ることならぬ。うちへ帰るのは、十一年勤めて立派に、一人前の人になって帰れ。とこう言い聞かされました。そして父は、 再び言葉を改め。今一つ言っておくわ。中年頃になっても、決して声を出す芸事は、師匠が許しても覚えてはならん。お前の祖父はそのために体を害し、それで私は一生無職で、何の役にも立たぬ人になった。せめてお前だけは、満足なものになってくれ。 と涙を流して訓戒されましたこのことだけは私は今によく覚えておりますそのころの床屋と湯屋の話床屋の話が出たついでゆえちょっと話しましょう当時の髪結い床は今のように小ざっぱりしたものではなく特にこういう 玄空寺門前といったような場ス絵では、そりゃあじじむさいものでした。玄空寺門前という一町内には、床屋が一軒、湯屋が一軒、蕎麦屋が一軒というように、ちゃんと数が制限され、その町内の人がそのお得意で、何もかも一町内でことが運んだようなものであります。で次の町内のものが、 その床屋へ飛び込むと、変な顔をして断ったりしたものです。床屋はちょっと今のクラブのような形で、一町内の寄り合い所なり遊び場でありました。床屋の主人は何でも世話を焼いて、ここで話が決まるという風う。お祭りの相談、婚礼の話、夫婦別れの悶着、そんなことに、 床屋の主人は主となって口を聞いたものです。床屋は土まで、穴の開いた腰掛けの板に客が掛け、床屋は後ろに回って仕事をする。そばに瓶だらいというものがあって、ちょいちょい水をつけ、一方の壁には瓶漬け油が、硬いのと柔らかいのとを板につけてある。 客は毛受けという地紙なりの小板を胸のところへ捧げ、酒焼きを剃ると、それを下で受けるという風で、今と反対に通りの方へ客は向いていた。夜分は土間から、一本の木製の明かり台が立っていて、闘神の火が細く灯されていた。でも結構それで仕事はできたもの。すべて何店によらず、 小さな暗闘一つを店先に置いて、それで店の人の顔も見えれば、書きつけの字も見えたものだ。明るさにおいても、ちっとも今とは違いはしなかった。灯火が明るくなればなるほど、人間の目が暗くなるので、昔はそれでよかったものです。湯屋では、八軒というものが、 男湯と女湯との真ん中についていた。ザクロ口をくぐって入るのです。ザクロ口というのは妙な言葉だが、昔から鏡とぎ詩はザクロの実を使ったもの。古い絵像紙などにも、鏡とぎのそばにはザクロの実がよく書いてある。で、その名の意は、鏡いるの洒落から来たもの。 昔はすべてこう、がなことを言ったものです。床屋は大人が三十二門、子供は二十四門、与屋は八門であった。高村東雲の生い立ち。そこでこれから、市東雲先生の生い立ちを話します。東雲氏は、元奥村東次郎といった人で、 前述の通り、下屋北清島町、玄空寺門前の生まれである。その師匠が当時江戸で、一二を争うところの仏師、高橋邦言邦雲という有名な人でありますが、この人のことは別に改めて話すことにする。東雲氏の姓の奥村氏が、後に至って高村となり、 藤次郎が藤運と合したことについては言われのあることで、この藤運という人は非常な師匠思い、従って正直理事であり、政策にかけてもなかなか優れているところからして、師匠法運の気にも言っておりました。お決まりの十一年の年季も立派に務め上げ、さてこれから藤運は師匠と別れて、 別に一人前として世に立っていくことになりましたから、その別かるるに際し、日頃から特に師匠思いの当雲氏のことゆえ、謹んで申しいずるは、さて師匠、私も五胆性によって、ようやく一人前の武士と相なりましたが、お別れに臨み、ご幸運を幾久しく記念いたしたいと存じますによって、 どうか師匠の女の一時をおもらい,いたしたい。と申しました。それは意図を安いこと。しからば、宝運の雲をお前にあげよう。藤次郎の塔を東に通わせて、今後塔運と名乗ったがよかろう。とのことに塔運は喜び、なお言葉を継ぎ、お言葉に甘えるようでございますが、 おついでに、師匠の姓の一字をもおもらいいたしたい。高橋の高をいただいて、旧姓奥村の奥と変え高村といたし、高村東雲はいかがでございましょう。と言う。それは面白い。差し支えない。それがよかろう。ということになって、奥村藤次郎は、 そこで高村東雲となって、仏師として世に現れたのでありました。その頃は戸籍のことなども至極自由であったから、生を返事でも別にやかましく言われもしませんでした。さて東雲氏はいよいよこの名前で、浅草倉前の森田町へ店を出しました。すなわち仏師の職業を開いたのである。 東雲氏はまだその頃は独身であった。兄が一人あり、名を金次郎という。金次郎はなかなか腕のできた人であったが、仏を彫刻することは増えてであって、仏に付随するところの台座とか、五孔とかいうようなものの制作が見事であった。で東雲氏が仏のよくできるのへ、ちょうどよい調和となって、 店の仕事には帰って都合が良かった。姉さんが一人、おえつといって御家を通した人。後に私の養母である。この人が台所をやるという風で、兄弟三人、水いらずで平和に、むつまじくやっていたのであります。ところでこの蔵前という土地は、江戸でも名題な場所。 ここには徳川家の米蔵が並んでいる。天皇橋寄りが一ノ口、森田町の方が中の口、八幡町によって三ノ口と三つ門があって、米の出し入れをして、相場もここで決まる。浅草寺に向かって右側で、お蔵の裏がすぐ大川になっており、蔵屋敷の中まで掘り割りになって、船がお蔵の前に着くようになっていた。 この中の口菓子に水面に枝を張った立派な松があった。これが守備の松といって有名なもの。ここは今の高等工業学校校内になっている。左側は伊勢広、伊勢吉、泉谷などという札差しが18軒もずっと並んでいて豪奢な生活をしたものである。で札差しからの注文を受けるのは、 必ず上等のもので、何色に限らず名誉のことのように思った。当運氏は律儀な人、人品もよろしい。気持ちも純であるところから、掘ってある置物でも見る人があると、お気に召しましたらお待ちください。差し上げましょう。といった風な火力で、さっぱりしていますので、この札差しの旦那衆から同情されて、 仕事は次から次からと店は繁盛する。まず幸福に順調にやっていきました。かくて間もなく、東雲氏は妻をめとった。生まれは本庄二つ目の商人の娘。下屋七県庁堺大学という大名の屋敷に奉公をしていた婦人で、女芸一通りよくでき、最も長唄がお得意であった。 ト雲ン氏の妻として、いい取り合わせでありました。それからまた間もなく、ト雲ン氏の店は、浅草諏訪町へ転じました。これは、森田町は往来広く、空風の強い日などは誇りがひどくて、とても仕事ができないというありさまなので、転居したのです。まだその頃は、ガラス戸を入れる時代になっておりませんから、 どこでも誇りのためには困らされましたその頃確か神田のお玉ヶ池の沢という動物屋がたった一軒なかなか評判でありましたガラス機の瓶はフラソコといって霧の二重箱へなど入れて大切にした時代です私が東雲氏の家に行ったのはこの諏訪町移転後三四年のことだと思います 店には、私より以前に二人の弟子がいた。三江松正吉と角太郎というものであった。二人とももはや相当に腕もできてきたところから、もう一人小僧が欲しいというようなわけで、例の床屋の安さんへ弟子を頼んだのが、図らず私が行くことになったような順序になるのです。私の行ったのは、文久三年。 いどしの三月十日の朝、ヤスさんに連れられて師匠に引き合わされました。ヤスさんが、これがそのお話の金松の次男なん,なんで、と工場を言っている。うん、こりゃあいい小僧だ。俺が丹精して仕込んでやろう。など師匠は申していられる。子供心に初めて師匠との対面ゆえ、 私はなかなか緊張しておりました。すると師匠が、そばにあった人物の置物を私に刺し、お前、この人を知ってるかと聞かれたので、私はおっかなびっくり見ると、長い髭が胸まで垂れ、なぎなたを持っているので、この人はカ羽ウです。と答えました。 師匠はにっこり笑い。よく知っていたな。感心感心。と褒められたのでした。師匠はさらに、手習いをしたかと言う。私は母から少しばかり手ほどきされて、まだ手習いというほどのこともしていないので、手習いはしません。と言うと、そうか。 手習いはしなくともよい。字はいらない。職人はそれでいいのだ。と言われました。そろばんは習ったかと次の質問に、そろばんもまだ知りません。と答えました。そろばんもいらない。職人が銭勘定するようじゃダメだ。彫刻師として偉くなれば、 字でもそろばんでもできる人を使うこともできる。ただ一生懸命に彫り物を勉強しろ。というようなことで、ごく簡単な高等試験に私は給大したのであった。今でも耳に残っていますが、その時師匠がヤスさんに向かって、何ね、新弟子の人柄を見抜くには、履物の脱ぎ方を見るのが一番だよ。 遠くの方へひっ散らかしておくような奴はろくなものはありはしない。満足に揃えるほどの子供ならものになるよ。私はその時、満足に履物を揃えて脱いでいたと見えます。彫刻修行の話。早速掘らされることになる。この話はしにくい。がまず代替を話すとすると、 最初は割物というものを稽古する。これはいろいろの文様を平面の板に掘るので工事紋、麻の葉、尻尾、雷紋のような模様を割り出して掘っていく。これは道具を切らすまでの手続き。それが満足にできるようになると、今度は大黒の顔です。これがなかなか難儀であって、 木の先へ大黒天の顔を掘っていくのであるが、円満福徳であるべきはずの面相が馬鹿に貧相になったり、笑ったようにと思ってやるとかえって泣いたような顔になる。なかなかうまくいかない。繰り返し繰り返しうまくいくまで掘らされる。掘る者の,の身になると誠につらい。超えさせればボテるし。 痩せさせれば貧弱になる。思うようには到底ならないものを、根気よく毎日毎晩、コツコツとやっているうちに、どうやらおしまいには、大黒様らしいものができてきます。と、今度は恵比寿様。これは前に、大黒の稽古が積んで経験があるから、いくらか形もつく。大黒が十のものなら、五つでうまくいって、 まずそれでお聖書は上がるのです。すると三番目の稽古にかかるのが不動様の三村である。不動様は今日でもそうであるが、その頃は一層成田の不動様が盛んであったもので、不動の信者が多いところから自然不動様が流行っている。不動様はまず、こんがら寺から始めます。これは流造で、 手に蜂巣を持っている。次が聖高同子。岩に腰をかけ、片足を上げ、片足を下げ、ねじり棒を持っている。この二体ができてくると、次は本体の不動明王を掘るのです。次は三体に対する岩を掘る。次は火炎という順序で、だんだんと攻めていくのである。 この不動様の三尊を掘り上げるということは、彫刻の稽古としては、誠に塔を得たものであって、この稽古中に腕もめきめき上がっていくのです。それはそのはずであって、この三体のうちには、仏の主主層が含まれているからです。金柄が乳和で流蔵、聖高が岩へ踏み下げて憤怒の層。 不動の本体は安座であって、片手が剣、片手が爆縄。天地岩で岩がある。岩の中央に滝。すなわち水の形を示している。あとは火炎の火の形である。ですからこれで流像もわかる。踏み下げもわかる。安座も得得する。乳は憤怒の層から、 水火の形というふうに、諸々の継承が含まれているのであるから、重宝というはおかしいが、材料としては誠に適当であります。しかしこの不動産村をまとめ上げるのは容易なことではなく、三四年の歳月は経っていて、私の年齢ももう十六七になっている。話ではいかにも早いが、 頭や腕はそう早く進むものではない。修行盛りのことゆえ、一心不乱となって勉強をしたものです。さて、それから物資となるには、物資一通りのことはできねばなりません。まずその一通りというところを話していくと、第一に如来です。如来は、如実の道に乗じて、来たって奨学をなす。 とある通り、仏の最上美少であって、阿弥陀、釈、迦、薬師、大日などを言うのであります。如来が一番難しいものとなっている。仏鋼は古来より、阿弥陀如来の流像と地蔵菩薩の流像を、難しいものの東西の大関に例えてある。次に菩薩。 これは大神ありて仏道にいる義にて、すなわち仏の次に居する称号。地蔵、観音、聖師、文殊、普言、虚空像などある。それから天武という。これは梵天、大釈、弁天、吉祥天など。次は怒り者といって、憤怒の行走をした五大尊。四天、 十二人称のごとき物体を言う。諸物の守護神です。それから相分の肖像。例えば工房大師。日蓮商人のような相対である。いちいち話していけば実に数限りもないことです。それからまた、本体に付属した五項がある。船五項の正式は非天項という。 天人と火領瓶が、雲を持って五皇の形を成す。その他、雲林皇、和五皇、肥後の光妙。これは、来合物などにつけるものらで、各々新行僧があります。台座には十一座、この絵座、七絵座、連座、火曜座、たら用座、岩座、雲座、趣味座、 四宿座、円座、大番座などで、段には団、ごま段、趣味段、円段などがある。天外には、洋楽、螺毛、毛慢、銅板、仏殿端など。寿司は、ボケ寿司、少年寿司、商店様を入れる丸寿司、角寿司、春す寿司、宝蓮型、空伝型など。 その他なお、シャリ島、におい、ジレン、エコーロ、トコハナ、デイ、五個、三個、ゴンこ、ン、金ンボウ、カツマ、ケイカ、ウン版、魚版、木魚など。前鎮の各種を製作するにつき、これに付随する飾り金物。塗り、金箔、消し粉、 彩色などの良し悪しを見分ける鑑識も必要であります。まず飾りであるが、飾りには、金メッキと消し刺しの二つ。白を焼き付けたものがメッキで、消し粉を焼き付けるのが消し刺しです。金物の彫りの方では、唐草の地彫り、唐草彫り、鶴彫,彫り、コックイズルなどで、地はいずれも七個です。 塗り色にも種々ある。第一が黒のロー色である。ュ、青漆、朱み、ベンガラうるみ、金白段塗り、し地塗りなど。梨地には焼き金、小判、銀、鈴、鉛。この類は梨地の材料で、金と銀とはちょっと見てわかりかねる。 塗りにも、塗り方は形と泥字とあって、形は研ぎこじと切りこじとあり、いずれも研いで下地を仕上げるもの。上塗りは何度も塗って、研磨して仕上げるものです。泥字は五粉と二皮で下地を仕上げ、漆で塗ったまま仕上げ、剣がないのです。泥字でも上物は中塗りをします。箔にも種類があって、 一つの製品を金にするにも、金箔を使うのと、同じ金であっても、金粉を巻いて金にするのと二色をある。箔についても小色があり、色良しがある。中色、青箔、常色などがある。その小色は、金の位で言うと焼き金に当たる。色良しが小判で、十八金くらいに当たる。 それからだんだん十二金、九金というように、銀の割りが余計になってくる。白の大きさは普通三寸三部、三寸七部、四寸である。厚さにも二枚掛け、三枚掛けといろいろある。これは私が物資になった時代のことだが、今日ではいろいろの大きさの箔ができていて、重宝になっています。 彩色にもいろいろあります。極彩色、池彩色、俗に言う灯油彩色など。その彩色に属するもので、細金というのがある。これは細金で模様を置くのである。書くとは言えない。それから根礼で、細金のごとく模様を書くのがあります。極彩色はやっぱり絵画と同じ生き方で、 古墳で下地に模様を置き上げ、金にするところは金にして彩色にかかる。池彩色は、一旦塗って金箔を置いて、見られるようになった時、ボタンならボタンの色を刺す。葉は葉で彩り、金を生かして、彩色を良いほどに配していく。これはなかなか良い,い工夫のものです。灯油彩色は、 雨に濡れても剥げないように、蜜だ湯に色を割って、赤、青と古墳を割ってやるのです。あまり冴えないものだが、外回りの雨のかかるところ、伝道なら外角に用いられる。清瀬その他の話。清瀬のことをざっと話しておきましょう。物資に付属したいろいろの職業が、 文行的になってある中に、清瀬氏もその一つであります。これは、材料を彫刻家へ渡す前に、その寸法を彫刻家の注文通り断ち切る役なのです。正式の寸法の割合として、例えば座像二尺の日蓮商人、一条の二王と清瀬をして、物資へ渡します。 つまり物資が掘るまでの献立をする役です。これは付属職業の中でも重要なもので、それに狂いがあっては大変です。建築で言えば建前だから、建前が狂っていては家は建たぬわけ。清瀬市がまずかった日には物資は手がつかぬというのです。清瀬市の仕事は、この他に天外の鉢、椅子、 曲録、趣味団、台座などをやる。なかなか大変なものである。それから物師主、物師飾り師など、いずれも分業者である。江戸ではその分業がいちいち際立って、店の仕事が忙しいとまではいかないが、徳川市初期の中古から、京都の方では非常に盛大なものであった。 寺町通りには軒並みに物資屋があって、それぞれ分業の店店がまた繁盛をしている。中古の物資の本家はここでありました。京都には由来寺寺の各本山がありますので、浄土とか新州とか、地方の松寺の坊さんが、京の本山へ、方への説登ってゆく。その時地方で、 上等物を望む人はその坊さんに頼み、これこれのものを注文してきてくださいと依頼する。坊さんは方への間、10日半月くらい滞在しているが、その短期間にこれこれの物をと注文する。一週とか10日間とかの間に、物師はその注文品を仕上げるのであるが、例えば寿司に入れて、 五寸の観音を注文するとすれば物資屋では見本を出して示す7円10円と価格が分かれているのを10円のに決めて日元を切って約束をするそこで物資屋では小仏を作る方の人が観音を作り始めるとその五寸の観音の台座を持ってこいとそれぞれ分業の店から 五寸という寸法で付属品を取ってくる。それからまた図紙を持って来い、何を持って来いとやる。まだ本尊がすっかり出来上がらないうちに、付属品も収まるものもちゃんと揃っている。日元の日になって観音が出来上がると、万事用意が整っているのだから、五寸の流蔵の観音は、滑るように図紙に収まり、 そのまま注文主の手に渡る。ほんの半月以内の短日月で、こう手早く揃うのは分業の便利であって、繁盛すればするほどそれが激しくなり、そうしてその余兵は物資の堕落となり、彫刻界の衰退となりました。で、京都ではだんだんと物資に名人もなくなり、従って物資屋も少なくなり、 今日では寺町通りへ行っても、赤日の面影はありますまい。これは彫刻というような特殊の芸術を、需要の多いのに任せて反作するい。拙速を尊んで間に合わせをして、代金を唯一目的にする。すなわち、あまりに商品的に彫刻物を取り扱いすぎるところの悪臭とも言えましょう。それに引き換え、 江戸は八百万石のお膝元、金銀座の諸役人、前に行った札差しとか、あるいは諸藩の留守居役といったような、金銭に糸目をつけず、入念で、しかも傑作を欲しいという、本当に目の開いた得意の多いこちらでは、勘の一つ掘らすのでも、年に年を入れさせ、分業物の間に合わせではなくして、台座も天外も、 これと目指した彫刻師の十分な腕によってできたものを望むという気風がありましたから、今日の寺町とは趣を意にし、芸術的良心が根まで腐るようなことはありませんでした。これは分業という話から余談にわたったが、まず以上のようなわけのものであった。木ノエネド氏の大黒の話。 話が少し元へ帰って、私の十二の時が文久三年、十三が確か元治元年の木ノエネ年であった。この木ノエネ年は滅多には来ません。六十一年目に一度という。それでその時の木ノエネ年には、大国の信者は元よりのこと、そうでないものでも商売繁盛の神のことゆえ、 尊心する者を花ははだ多くして、大黒様をその年にはたくさんにこしらえました。そしてその大黒様を作る財であるが、それは檜材である。日本橋の上る三枚目の板が大事にされたもの。往生の地を中心にして京を登るとしてある。で登る三枚目とは、室町の方から渡って、 三枚目の橋板を刺すのである。時たま橋の修繕の際、この橋板は、皆が争って得たがったものです。私の師匠の東雲氏は、その木のえど年にはたくさんの大黒をこしらえましたが、まだ私は十三の子供、なかなかその手伝いはできませんでした。さて翌年が慶応元年の牛。 私の十四の時ですが、押し迫った師走の、あれは幾日のことであったか、浅草に大火があって、それは実に大変でありました。物資の店のお話、職人に。師匠東雲氏の家が諏訪町へ引っ越して、三四年も経つうちに、珍しかったガラスのようなものも、 一般ではないが流行ってくる。師匠の家でもそれができたりしました。障子の時は障子へ、大仏師高村東雲など書いてあったもの。仕事は店でやったものです。店には兄弟子、弟弟,弟子と幾人かの弟子がいますが、その人々は、ただ腕次第、勉強次第でコツコツとやっている。 別に原稿のよう、その制作が展覧会などで公開され、特選とか推薦とか言って品評されるわけでもなく、特にまた師匠があからさまに優秀を保証するわけでもないが、いつとなく、誰言うとなく、腕の良いものとまずいものはちゃんとわかっている。それは自然自他もにそれを感じるのであって、自分がいかにお天狗でも人はそれを許さず、 人の評判ばかり高くて虚名がよしあるにしても、楽屋内ではそれを許さない。だから自然と、公平な優劣判断のようなものが、仲間の中にわかっていたものです。例えばある物師の弟子の制作があるとして、それが主屋の手に渡る。主屋の主人はそれを手に取って、おやこれはうまいもんだ。素晴らしい出来だ。 どこから来たんだ誰の策だと聞くと、それは何さんのところの弟子の何さんという人の策だという。それでその策をした人の名が一人にわかり、二人に記憶され、今度例えば、その作人がその主屋へ使いに行くとして、親方の挨拶ががらり違って、丁寧になるという塩梅。それはおかしなものであります。 仕事のことにかけては一心不乱。互いに劣るまい、負けまいと、少しの遠慮咀嚼もなく、仕事本位の競争をしますが、内面の交わりとなると、それはまた親密なものでありました。例えば、今夜はおとり様だから一緒に出かけようというときに、一人の弟子は懐具合が悪いので、息し絞っているとして、苦面の良い連中が、 何を考えてるんだ、出かけろ出かけろと、一切飲み食いのことをも負担したもので、なかなか美しいところがあったものです。と言って、またなかなか仕事のことになると許さないところがある。田舎から用事のある人が訪ねてきて、ある物資の店を覗き、もし、お尋ねしますが、こちらに物資の松さんはいますかと聞いたものです。 すると誰かが、物資の松さんね、そんな人はいないよと返事をしたもの。実はそこに、松さんは隅の方で小さくなって仕事をしているが、それはまだ仕上げ師の方で、物資と呼ばれる資格はないからこんな皮肉な返事をしたもので、田舎の人は、物資屋の職人だから物資かと思って、何の気なしに行ったのですが、 松さん当人は顔が赤くなるようなわけなかなか許さなかったものです仕上げをするのを削り師といってこれはまだ未熟の職人の仕事で彫りをするようにならなければ物資の資格はないのですけれども当時は各人その職に甘んじ決して不平なんぞを言いはしませんでした それは自分の腕を各自が知っていたからでありましょう。すべて一尺以内の小物を掘るのを小物資、一尺以上を大物資といったもの。大物資になれば、大小を通じてやる腕のあることはもちろんのことでした。それで、腕は優れていながら、身持ちの収まらぬ職人の中などに、どうかするとのみと小刀を風呂敷に包み、 り物の武者修行に出るんだと言って、他流試合に出かける者がいたもんです。物資の店へ飛び込んで、師匠と腕の比べっ子をしよう。何でも台を出せ。大黒でも弁天でも、同じものを同じ時期で始めよう。どっちがうまく、どっちが早く出来上がるか勝負を決しよう。などと力んだ者。それで面倒であったり、 または腕の鈍い師匠はそっとわらじ線を出して出て行ってもらったなどこれらもその当時の職人かたぎの一例でありました。大火以前の雷門付近私の14歳の暮れすなわち慶応元年丑年の12月14日の夜の四つ時午後10時浅草三軒町から出荷して 浅草一円を右右に期してしまいました。浅草始まっての大火で、雷門もこの時に焼けてしまったのです。ここで話が前置きをしておいた浅草大火の下りとなるのですが、その前になお少し火事以前の雷門を中心とした、その周りの街並み、あるいは老舗またはその頃の名物といったようなものを、 ざっと話しておきます。つまり火事で焼けてしまっては何も残らないことになりますから。まず雷門を起点にして、浅草五門といった原根の浅草橋、原根の浅草橋に向かって南にとっていくと、最初が並木、それから駒形、黒船町、それに接近して三好町という順序。 これをさらに南へ越すと、蔵前の八幡町、森田町、片町、菅町、茅谷町、大地、西門菓子、浅草五門という順序となる。観音堂からここまでは十八町の道のりです。観音堂から道へ向かって右手の方は、馬道、それから田町。田町を突き当たると、 二本包みの吉原土手となる。雷門に向かって右が東橋。橋と門との間が花川戸。花川戸を通り抜けると山の宿で、それから三夜、例の三夜堀のあるところです。それを越えると浅草町で、それからは家がなくなって、押し置き場の小塚っぱら、千住となります。花川戸の山の宿から、 逆に、後ろに戻って、馬道へ出ようという間に、猿川町がある。ここに三芝居が揃っていた。観音堂に向かって左は境内で、淡島の海や、花屋敷。それを抜けると浅草田んぼで、一面の青田であった。観音堂の後ろがまたずっと境内で、要求場が並んでいる。その後ろが田んぼです。 ちょうど観音堂の真後ろに向かって、田んぼを隔てて、六号という大名の邸宅があった。そのもう一つ先になると、浅草駄目といって、不上の別荘地。これは伝馬町の牢屋で、病気にかかったものを下げる不上な世界。そのお隣が不夜城の吉原です。ために寄った方が水道じり。 二本包みから折れて入ると大門。大江戸の、これは北方に当たるゆえ、北国と言った。それから雷門に向かって左の方は広小路です。その広小路の区域が境愛になったあたりから田原町になる。それを出ると本願寺の東門がある。まず雷門を中心にした浅草の区域はざっとこういう風であった。 私はまだ子供のこととて、師匠の家の走り遣いなどに、この界隈を定石に往復し、町から町、店から店とがんぜもなく見て歩いたもの、今日のように電車などあるわけのものでなく、歩いて行って歩いて帰ることでありますから、その頃の軽物がまことにはっきりとよく、今も記憶に残っております。こうして話をしているうちにも、 まざまざと街並み、店店の光景が目に見えるようにさえ思われてきます。そこで、くだくだしくあるかは知らぬが、名題名物といったようなものを目の先にちらつくまま話していきましょう。なだかかった店などの印象。雷門に接近した並木には、 門に向かって左側に山屋という有名な酒屋があった。麦酒、褒名酒のような諸国の名酒なども売っていた。その隣が遠山という役酒屋、その手前南方へ二八蕎麦、二八十六門で普通の蕎麦屋ですが、名題の十一屋というのがある。それから駒形に接近した酒に、これも有名だった伊坂という金物屋がある。 これは刃物が専門で、いつでも職人が多く買い物に来ていた。右側はヤッの天ぷらといって、天ぷら茶漬けを食べさせて、大いに繁盛をした店があり、すぐ隣に三太郎節といった店があった。これはお歯黒をつけるには必ず必要の、不死の粉を売っていた店で、店の中央に、 石臼を据えて不思を吸っている陰陽の生き人形が置いてあって、人目を引いたもの。これは近年まで確かあったと覚えている。その手前に清瀬という料理屋があって、なかなか繁盛しました。その横丁が、ちっと不穏となれど犬のクソ横丁。これも江戸名物の一つと申すか。清瀬から手前に絵馬屋があった。 浅草の生え抜きで有名な店でありました。何か地面争いがあって、双方おみへ晩鐘した際、エマ屋は旧家のことゆえ、古正門を取り出し、これは梶原のエマの注文書でござりますと差し出したところ、おみのおぼし飯で知床を下されたとかで、これが廃領地であったとかいうことでありました。並木と東橋との間に狭い通りがあって、 並木の裏通りになっている。これは材木町といって、材木屋がある。それから、並木から駒形へ来ると、名台の酒屋で内田というのがあった。土蔵が六個前もあった。横丁が内田横丁で、上の方面へ行くと、本願寺の正門前へ出て、菊屋橋通りとなる見当。内田から手前に桃助 小間物店があった。食行用の絵の具一切を売っているので、諸職人はこの店へ買いに行ったもの。この横丁が百助横丁。別に唐辛子横丁ともいう。その手前の横丁の角が土壌や、右へ移ると新丹問屋の長寺や、その後ろが材木町の出外れになっていて、この通りに前川といううなぎ屋がある。 これも今日繁盛している。これから駒形堂です。堂は六角堂で、本尊は観世音。浅草寺の元地であって、元の観音の本尊が祀られてあったところです。縁起を言うとその昔、隅田川をまだ宮戸川と言った頃、恥の海中友と言える人、家来の、 日の熊の浜なり竹なりという両人のものを従え、この大川に網打ちに出かけたところ、その網に、一寸八分黄金無垢のカンゼノンのお像がかかって上がってきた。主従はありがたきことに思い、お像をその駒形堂のところへ安置し立て祭ると、十人の草刈りの小倉はが、赤座の葉を持って、花見堂のような仮のお堂をしつらえ、 そのお像を飾りました。落ちこちの人々は語り伝えて参敬をした。それで駒形堂をまた赤座堂とも唱えます。そうして主従三人は三者権現と祀られ、浅草一円の氏神となり、十人の草刈りは堂の左手の後ろに十字堂をしつらえて祀られました。駒形は、 江戸の名所の中でも有名であることは誰も知るところ、何代目かの遊女高尾の句で、例の、君は今、駒形あたりほと,ととぎす、というのがありますが、なるほど駒形は、ほととぎすにゆかりのあるところであるなと思ったことがあります。その頃追い、駒形は誠によくほととぎすの泣いたところです。 ホトトギスの通り道であったかのように思われました。それはちょうど、この駒形堂から大川を隔てて本所側に、ただの薬師というのがありましたが、この矢部がこんもり深く、昼も暗いほど、ホトトギスなどたくさん巣をかけていたもので、さつきの空の雨上がりの夜などには、その矢部からホトトギスが駒形の方へ飛んできて、上野の森の方へ、 雲をば横切って泣いていったもの。句の解釈は別段だけれども、実地にはほととぎすのよく泣いたところです。そして向こう菓一帯は、百本杭の方からかけて、ずっとこう、薄気味の悪いようなところで、物の本や公釈などの舞台によくありそうな、寂しいところであった。さて駒形堂から後へ下がって、 川増という料理屋が大層流行り、観音の位置の折など、それは大した繁盛。客が立て込んで、水強な客が座敷に出てるしがみ火鉢を担ぎ出して持って行ったのさえも気がつかなかったという一つ話が残っているくらい、その頃はよく有名なお茶屋などのチョコとか、調子ばかなどをたもとになど忍ばせていったもの。これは一つの主教で、 罪のない悪さであった。諏訪町では向かって左が諏訪神社。師匠東雲の店は、八代の筋向こうの右側にあったのです。町の中ほどには紅館、小間物屋があって、これも有名でした。紅館で思い出すが、その頃鐘と三味線で、長唄を歌って流して歩いた紅館というものがあって、 評判でありました。これが駒物屋の紅缶と何か関係あるように噂されたが、実際は全く何の因縁もなかったものと言います。菊五郎であったか、士官であったか、この紅缶のことを芝居にしたことがありました。長唄の紅缶とは別の男ですが、五代目菊五郎がまだうざいもんで売り出しの時 鎌倉武士太郎という者が、江戸市中を金三味線で、いい声で飴を売りながら流して歩いた評判でした。宇佐衛門がそれをやって大当たりのことがありました。駒物屋の紅館と近接した横丁には、よりという汁小屋がある。それから金プラという天ぷら屋がある。いずれも繁盛。右側はタバコや犬。 隣が大木屋の泉屋。この裏へ入ると料理屋屋上。それから諏訪町菓子を抜けるとここは粋な土地で、一中、長唄などの師匠や、落語家では男子などもいて、おつな人たちが住まっていた。菓子続きで、菓子には坊主そばというのがあって、これは一流でした。主人は坊主でつんぼのため、 つんぼそばで通っていた。その隣がアサリ屋という船宿。ここはアサリや菓子といった。表通りの金プラ屋の向こうに、毛抜き屋があった。この店の毛抜きは上手と言われたもの。いろいろ七つ道具が揃っていて、洒落た人たちが買いに来た。それから鈴屋というのがあった。この店は江戸市中にもごく少ない店で。 鈴のおみきどくり、お茶のつぼ、調子などを売っていた。黒船町へ来ると、町が少し下って二の町となる。キセルや村田の本家がある。また茅寺という寺がある。境内に茅が植わっていた。それから三吉町。ここには下作などをした、玄魚という人のビラ屋があった。 こう話していくと、記憶は記憶を生んで、どこまで行くかわかりませんから、雷門へひとまず帰って、門へ向かって左側、広小路へ出ましょう。ここにはまた、なめし茶屋という田楽茶屋がありました。小切れな姉さんなどが、店先で田楽を送ってお愛想を言ったりしたもの。万年屋、山城屋など、 五六軒もあった。右側に古本屋の朝倉。これは今もある。それからうなぎや,やっこ。コ。地形が狭まって、田原町になる右の角に蕎麦屋があって、息子が大まといといった相撲取りで、小結か関脇ぐらいまで取り、土地っ子で人気がありました。この向こうに、だいの勾配焼きがありました。 観音堂に向かっては右が三者権限。それから野大尋問。その右手の隅に公爵詩が一軒あった。門を出るとすぐ左に、大蜜といった名題な酒屋があった。チロリで缶をして、湯豆腐などで飲ませた。剣美詩、七つ梅などという酒があった。馬道へ出ると、一流の料理屋藤屋があり、 もっと先へ出ると田町となって、ここは朝帰りの客を呼ぶ浜鍋の店が並んでいる。馬道から芝居町へ抜けるところへ、藪の麦泥があり、その先の細い横丁が楽屋新道で、次の横丁が芝居町となる。猿若町は三丁目まであって賑わいました。山の宿を出ると三夜堀、越えると浅草町で、 江戸一番の八尾膳がある。その先は十箱、なまずのすっぽん煮がだいで、その頃赤い土鍋を小縄で祝えてぶら下げてゆくと、十箱の帰りか、しゃれているぜ、など言ったもの。花川戸からずっと、もう一つの菓子の横丁が小殿町。それを抜けると抹茶山です。抹茶沈んで、 小津へ乗り込む今戸橋、など言ったもの。菓子へ出ると向こうに、竹屋の渡し船があって、隅田川の流れを隔て、牧帝の桜が見える。山屋堀を渡ると、今戸で焼き物の小屋が煙を上げている。登沢ンジという投稿が有名であった。山屋堀には有明路、大吉、 川口、花屋などという行きすな茶屋が多く、この辺一帯江戸末期の特殊な空気が漂っていました。また元の道へ引き返して、雷門の前通りを花川戸へ曲がる角に、地蔵の灯籠といって有名な灯籠があった。古代なものであったが、年号が切ってないので、いつ頃のものともはっきりとはわからぬ。 小野のの町の石灯だというかと思えば、工房大師の作であるとか、いずれもてにはならぬ。中央に地蔵村を掘り、傍らに一人の僧が敬礼をしており、下の方に花瓶に蓮を挿してある模様が掘りつけてある。これは細物と言える人、妻と男女二子の供養のために建立したものということだけは書きつけてあった。 大火の際焼けましたが破片は今も残っていて花川戸のどこかの彰子にでも収めてあるでありましょう観音の地内は仁王門から右へ弁天山へ曲がる角に久米の平内のいかめしい石像がある今日でもこれは人の知るところ久米は平内妻のせいであるとか元は兵道平内兵衛といった人 青山修繕の家臣、豪遊無双と称せられた勇士です。赤兵道人翔さんの門人であった。俗説にこの人、武芸の達人で、首切りの役をして、多くの人命を立ったにより、その罪合消滅のため、自分の像を石に刻ませ、往来へ放り出し、恨みある人は我を蹴って、恨みを晴らせとの希望で、 こうう。しして石像をさたものであるというれば、その足で踏みつけるという言葉をもじり踏みつけるという意にして縁結びの神眼の偶像となったものとか今でも祠の格子に多くの踏みがつけられてある雷門から仁王門までの今日の中店の通りはその頃はごく粗末な床店でした 屋根が上げ下ろしのできるようになっており、縁と足がくるりになって、上げ縁になっていたもので、平日は六つを打つと、観音堂を平否するから、商人は店を畳んで帰ってしまう。あとはひっそりと寂しいくらいのものでした。両側はおもちゃが七分通り、浅草人形といって、土でひねって彩色したもの。これは名物であった。 江蔵子駒物、はじけ豆。勾配焼き雷おこし。仁王門下には、ご家望という菓子。雷門前の大道には、飛んだり跳ねたりのおもちゃを売っていた。蛇の目の傘が跳ねて、スケロクが出るなど、江戸気分なもの。その頃のおもちゃにはなかなかのんきなところがありました。 雷門は有名ほど立派なものではなく、平屋の切り妻作りで、片方が六本、片方が六本の柱があり、中心の柱が屋根を支え、前には混合屋来があり、台座の岩に雲があって、向かって右に雷神、左に風の神が立っていました。魚菓子と家心場とか書いた赤い大きな長心が下がって、 なんとなく一種の上主があった。二王門は老門です。牢上には釈迦に十六羅漢があるはず。老下の左右には混合力士の像が立っている。中店の中間、左側が伝法院で、これは浅草寺の本坊である。庭がなかなか立派で、この構えを出るとすぐ裏はもう田んぼで、 左側は田原町の後ろになっており、蛇骨湯という湯屋があった。井戸を掘った時、大蛇の頭が出たとやらでこの名を付けたとか、有名な湯屋です。後ろの方は、その頃新畑町といったところ、それからまた田んぼであった。伝法院の庭を抜け、田んぼの間のあぜ道をまっすぐに行くと、 伝法院の西門に出る。その出口に、江戸教閣の随一と言われた、新門辰五郎がいました。右に折れた道が高隆寺、清昇校のある寺の通りです。それから行った吉原田んぼで、この方に太郎稲荷のヤが見え、西は入谷田んぼに続いて大鳥神社が見え、大音寺前の方へ、 吉原堤に連絡する。この辺がレイのオハグロドブのあるところ。すべてバクバクたる水田で人家と言ってはありませんでした。ざっと略図のようなもので言うと、こんな風な地形となる。浅草の大火の話。これから火事の話をします。前に幾度か言った通り、 慶応元年牛年、十二月十四日の夜の四つ時、私の重視の時、火事は浅草三元町から出ました。前述詳しく、雷門を中心とした、浅草一円の地理を話しておいたから、大体いい見当はつくことではあるが、この三元町は、東本願寺寄りで、浅草の大通りから言えば裏通りになっており、 町並みは田原町、中町、それから三軒町、ほったわら、森下となる。剣道から言うと、百助の横丁を西に突き当たったところが三軒町で、そこに三島神社があるが、その近所にぼろ屋があって、火はこれから上がったのだ。その世は北風の恐ろしくひどい晩であった。年の暮れに差し掛かっているので、 町内町内でも火の用心をしていたことであろうが、四つ時という頃おい、じゃん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 というけたたましいこすり反症の音が起こった。そりゃあ火事だ火事だというので出てみますと、褒め木は三元町に当たっている。通りから言えば、広小路の区域が門跡寄りに移る際の目抜きな点から西に当たる。 乾ききった天気へこの北風。大事にならねばよいがと、人々は心配をしている間もあらばこそ、火はまっすぐに、ほったわら森下の方向へ伸びて、焼き払っていく。ちょうど大通りの並木に並行して、全速力で南進していくのであった。この時、私の師匠東雲氏の家は、諏訪町にあることとて、 火事は裏通り、大分遥かに、右手に当たって焼け伸びているのであるから、さして気にも留めずにいた。まず大きくなったところで、この風向きでは黒船町へ抜けるであろう。蔵前の八幡の方へ、小揚げの方へ抜けていくだろう。こっちの方は大したことはあるまい。と安心しているうちに、焼け伸びるだけ伸びた火の手は、 がぜんとして真西に変わってきた。おやおや風向きが変わった。西になった。と言っている声の下から、たちまち紅館横丁へ日先が吹き出してきた。これは浅草の大通りだ。師匠の宅から、まさに半丁ほど先である。と見ると、火の手は南進していたものが一転して、東方に向かって平押しに押し込んで、 大通りに向こう横丁という横丁へ、長蛇の走るよりも速い勢いで吹き出してきた。今の今まで安心していた主人をはじめ、弟子、下宿、手伝いに駆けつけた人々が、もう行けない、出せるものだけ出せというので、荷物を運び出しました。荷物を運ぶといっても、人家中密の場所とて、まず駒形堂辺りへ持っていくほかに道はない。 手当たり次第に物を持って、道の後ろの菓子の空地へと目指していく。荷物を運ぶのはどこも同じことですから、見る見るうちに、この辺りは荷物の山をなす。ところが横丁横丁から、一斉に吹き出した火は、長いなりに大旗になって、一面火の海となり、諏訪町、駒形一円を、 黒煙に包んで暴れ狂ってきた。で、今度は広小路の方へ追われて出て私たちは広小路のなめしや、万年屋の前へ荷物を運び出しました万年屋は師匠の家のしるべでしたすると風が西に変わって強くなったものだから一度南進した穂先は先方へ伸びずに後へ下がり西飛びの癖として日先へ伸びず 逆に尻火に伸び、反対に退却した形になって、中町から田原町へと焼けてきた。それのみならず、今度はその交代した日先は、西風に煽られてものすごい勢いを持って、広小路へ押し出してきたのです。一体浅草は、あまり梶沙汰のないところゆえ、土蔵など数えるほどしかなかった。 それに安静の大地震の際、土蔵というものがあまり役に立たなかったことを経験しているので、一層数が少なかった。ただ酒屋の内田に五つと前ばかり、他に少々あったほどだから、枯れ草でも舐めるように、メラメラと恐ろしい勢いで焼いていく。一方は諏訪町、駒形方面から、 一方は門石からひしひしと火の手が攻めかけてくるのだが、その間は横丁の角角は、元より至るところ荷物の山で、我も我もと持ち運んだものがうず高くなっている。それを火星に追われて逃げてくる人々は、ただ一方の逃げ口のあず橋方面へと逃げ出そうと焦っている。片方は大川で遮られているから、 この一方口へ逃れる他には逃げ道はなく、まるで袋のネズミといった形。振り返れば諏訪町黒船町は火の海となっており、並木の通りを荷物の山を越えて逃げ、雷門へ来てみれば、広小路もはや真っ赤になって火炎が渦を巻いている。雷門から観音堂の方へ逃げようとしても、危険が切迫したので、 雷門も戸を閉めてしまったから、いよいよ一本口になって、あずま橋の方へ、人は波を打って逃げ出し、一方は花川戸、馬道方面、一方は橋を渡って本所へと逃げていく。その逃げる人たちは荷物の山に遮られ、うおうさしている中に、片っ端から二の山も焼けうせて、 あとは一面に火の海となるというありさま。ただもうものすごい光景でありました。こんな具合で、風が真西に変わって不意打ちをくらったのと、大川に遮断されて逃げ道のないのとで、荷物を出した人などはない。出しには出しても、出したには山と積まれたまま焼けてしまうのですから、誰もかも命からがら、 ただ身一つになって、風呂敷包み一つも持たず逃げ出したもの、実に惨めなことでありました。さて火星はさらに猛烈になって、とうとう雷門へ押しかけていきました。広小路から雷門際までは、荷物の山で重なっているのですが、それがやけやけして雷門へ切迫する。 荷物は雷門の床店の屋根と同じ高さになって、るいとしているところへ、煽りに煽る火の手は、雷門を渦の中へ巻き込んで、とうとう落城させてしまいました。それで雷門から蔵前のとっつきまで、きれいに焼き払ってしまった上、さらに花川戸から馬道に延焼し、芝居町まで焼け込んでいきました。 三座は確か、累勝の難は逃れたように思いますが、何しろ東橋橋橋から大川の河岸まで焼け抜けてしまったのですから、いかに火星が猛威を振るったかは押し計られます。それに大川を越えて、本所の吉岡町へ飛び火をして、向こうがしで高見の見物をしていた人の肝までも奪ったとは、随分念のいった火事でありました。 名題の雷門はこれで焼け落ちましたが、誰か首相な人があったと見え、風来人の体は持ち出すことはできなかったが、身しだけは持って逃げました。それがただいま、観音堂の背後の念仏堂に確か飾ってあると思います。これはその後になって、門跡前の塩川運玉という物師が体を作って修理したのであります。 孟家の中の私たち。私は十四の子供で、さして役には立たぬ。大人でもこの孟家の中では働きようもない。私の師匠の東雲と、兄弟子の正吉と、私の父の金松。父は師匠の家と私とを心配して、真っ先に手伝いに来ていました。それに私と四人は、 駒形堂の方から追われて、霊の万年屋の前へ持ち出した荷物を降ろし、ここでどうなることかと胸をとどろかしている。火星は矢が上にも募って、広小路をもひと舐めにせんありさまでありますから、師匠は一堂に向かい、とてもこの勢いではこの辺も助かるまい、大事なものだけでも川向こうへ持って行こうじゃないかというので、 籠長持ちに詰め込んである荷物を、正吉と父の金松とが後先に担い、師匠は大きな風呂敷包みを背負いました。幸吉、お前はしばらくここで荷物の番をしていてくれ。俺たちはまた引っ返してくるから。そう言って三人は、あず橋の方を指して出て行きました。幸吉というのは、 私のその自分の呼び名です。密蔵というご音が呼びにくいので、密を孔に通わせて、孔吉と呼ばれていました。出て行った三人は、二三十軒ほども行くと、雷門際は荷物の山、人の波で、とても大変。カゴ長持ちなど刺身内にして歩くことは愚か。 風呂敷包み一つさえも身にはつけられぬほどの大混雑、絡みでなければ身動きもできない、所詮は命さえも危ないという恐ろしい修羅場になっておりますから、これではどうも仕方がない、命あってのものだねだ、何もかも放り出してしまえというので、父の兼松と政吉とは、籠長持を投げ出してしまう。 果ては人並みに押されもまれしているうちに、三人はじりじりバラバラになってしまいました。万年屋の前に荷物の番を言いつかって、一人取り残された私は、じっと残りの荷物の番をしておりました。子供心にも、師匠や親から言いつかった二の番の責任を感じている上に、もう一度引っ返してくるからと言って出て行った言葉もあることとて、 一生懸命に荷物を守っておりました。するとみるみるうちに両側の家は焼け落ちて、今にも万年屋の屋根を日先が舐めそうになってくる。と火消しの一軍が火の子を蹴って駆けきたり、その中の一人が長橋しごを万年屋の大根屋のひさしにかけました。そうしてスルスルと屋根へ登っていきました。おいお前 こんなところに何をまごまごしているんだ一人の引きしは私を見て怒鳴りました。私は荷物の番をしてるんだ。そう言いますと。何荷物の番をしてるんだ途方もない。ぐつぐつしていると、荷物より先にてめえの命がないぞ。早く逃げろ、早く逃げろ。そう怒鳴りつけますが。 さりとて私は逃げ出すわけにはいかない。師匠の預かり物の番をしているので、師匠や親がもう一度ここへ帰ってくるまでは、何がどうあろうと踏みとどまろうと、火消しのドナルの王も構わず、やはり荷物へかじりついていました。すると仕事士の一人がいきなり私を突き飛ばして、逃げなきゃ死んでしまうぞ早く逃げろ と恐ろしい剣幕で叫びながら、また私を突き出してくれました。私は突き飛ばされたのだか、それが突き出してくれたのだか、そんなことも夢中で、ともかく自分の体が荷物のそばから大分離れたところへ弾き出されていて、二度とはもう荷物のそばへも行けないので、とうとう諦めてどこかへ逃げていこうと決心しました。 しかし逃げるにしても、どこへ逃げて行っていいかわかりません。とにかく師匠や親の行った方角へと志して、逃げ道を雷門方向に取りました。一方私の父はどうしたかというと、大混雑の中で師匠や政吉を見失い、自分一人となると、さあ子供のことが案じられてきました。 万年屋の前に荷物の番をさせておいたせがれの身の上が気遣われていきました。一年がこの上に及ぶと、金松は顔の色が変わり、必死となって人波をかき分け、元の道へとって返しました。しかし荷物の山と人波に遮られ、あがいてももがいても、人の先へは出られない。気がせけばせくほど身が自由にならないので、 これではいけないと、荷物の上へ踊り上がり、タンス、長持ちを踏み越え踏み越え、やっと雷門の脇の大神宮様の脇をくぐり抜けて、心ばかりは万年やさして飛び込んできましたが、やはり恐ろしい人波で、日ッも察知もいかないのでした。私はいつの間にか、雷門の方を向いて、人波の中を泳いでいました。 泳いでいると言ってよいか、もみ抜かれていると言ってよいか、人間と人間との間の板挟みにされ、足は宙に浮いて、体が波の動揺のままに揺さぶられているのです。そのくせ、目には昼よりも明るい一面の火の幕がはっきりと見え、人の顔と真っ黒な頭の頂点のちょんまげとが影絵のように映っている。 そうしたままで、またややしばらくもまれぬいていると、ふと百戦の人の顔の中から、父金松の顔を見つけました。はっと思うと同時に、父の目顔に、私を見つけたという喜びの表情の動くのを見ました。父は口を開いて、何かを叫び、両手を上へ上げて、一心不乱に私の方へ突進してこようと焦っているありさま。 私は私で、父を見つけるとただもう、父の方へ一本槍に進んでいこうともがいている。その感覚は、たった十人か十五人くらいの人垣によって押し立てられているのですが、親もこのそばへ来ることができなければ、子も親のそばへ寄っていくこともできない。心はやたけにはやれども、我人ともに必死の場合とて、どうすることもできないのでした。 しかし私たち親子の一心が通ったものか、とにかく親子は必死と抱き合いました。もう大丈夫だ、俺がついている。こう父がしっかりした声で私を抱いていったとき、私は一生にこのときほど嬉しかったことはありません。私の父金松は喫水の江戸っ子で、なりこそは小さいが、 火事などにかけてはそれは端っこい人物。我が子を両手に抱いた嬉しさに勇気も百倍し、それから人並みを押し割って元の道に引っ返し、大神宮際の床せのところまで、父は私の盾となって引き抜いたのでありました。そこで父は、とある荷物の中から一つの網戸を引っ張り出し、それを床せの屋根にかけました。 そうして、私の尻を押すようにして、私を屋根に登らせました。続いて父も屋根に登り、さらに網戸を大神宮の拝殿へ駆け渡して逃げ道を作りました。さあ、これでもう大丈夫だ。ここで一息つこうじゃないか。父は朝も安堵したような顔をして、私を見ながら言いました。 私は父の声を聞きながら、荷物の番をしていた万年屋の方を向いてみました。すると万年屋の二階の雨戸が二三枚、明けに染まった黒雲の中へ、紙み切れかなんぞのように、ひらひらと舞い上がりました。と雨戸の外れた中から、真っ黒の煙がどっと出る。かと思うと、今度はシンクの炎が渦を巻いて吹き出しました。 お父さん、万年屋が、と言っているうち、みるみる一面の日となってしまいました。私はこの時、仕事士の言った言葉を思い出し、もう少しぐつぐつしていようものならと思わず体が震えました。私たちはみせの屋根の上でしばらく火事の様子を見ていました。 急に安心をしたせいか、この時初めて恐ろしい風だということに気がつきました。それまでは全く夢中でした。それから今日でもはっきり記憶しておりますが、万年屋の前で荷物の晩をしている時、持ち出してある大阪樽の飲み口が抜けて、どんどんと酒が溢れ出る。その酒のしぶきが、 私の着物をびっしょりにしてしまいました。私は濡れたままで仕事しに突き出され、人並みにもまれ、父に助けられ、今この床店の屋根に登って、父の傍らで、師匠の荷物も何もかも、火の海と化し、去るところを見ているのでありますが、万年や山城屋などの火炎の煽りで熱くなって、 その酒に濡れた着物が乾いて、ケムが出ているのに気がつきました。乾きかけたたもとからは、酒臭い匂いが当たっていました。そうして火は、私たちの登っている屋根の前を一面になめて、花川戸の方へ焼け伸びていきました。やがて、父と私とは、家へ帰ることにしました。 帰ると言って、私の師匠のうちはもう消失してしまっていますから、父のうちへ帰るより他ありません。網戸を伝って拝殿へ這い上り、そこからまた網戸をはしごにして、大神宮様の敷石の上へ降りました。父は始従私の身辺を気遣い、我が身のことは忘れたかのようにいたわってくれました。 降りたところは雷門のすぐ後ろで、それから大神宮の大きな御影の鳥居をくぐり、中見世を仁王門に向かって伝法院へ入り、庭を抜けて田んぼを通り、前述の新門辰五郎のいる西門を新門の身内の者に断って通るまでに、後を振り返ってみると、中見世から伝法院へ曲がる角にあった日の宮蔵に火がかかり、 真っ赤になって火柱のように見えました。雷門の鳥居は、後で見たら中央からぽっくりと二つに折れていました。これは柳川力士、雲龍旧吉が治めたもので、その余地を掘ってありました。それから左は蛇骨湯、右は清正公のあるお寺の通り、それから上野の車坂の方へ、 まっすぐにかっぱ橋を渡ると、右角が海前寺。これは阿波様のお寺。二丁ほど行くと、右側が東明寺で、左が玄空寺。すなわち玄空寺門前の父の家のあるところで、私は久しぶり、我が家へ帰ってきたのでありました。焼け跡の惨めな話。 帰ったのは九つ過ぎ、十二時過ぎでした。さすがの火事もその頃は下火となって、やがて沈下しました。火事の危険であった話や、父に助けられた話や、久方ぶり、母との対面や何やかやで、雑炊を食べなどしているうち、夜はしらじらとしてきました。さて翌朝になり、 焼け跡はどうなったか、師匠のうちの跡は、と父と共に心配しながら行ってみると、師匠のうちはない。焼け跡に、神田の主従の兄弟と、他に三人ばかり、手伝いがぼんやりと立っている。互いに顔を見合わせて、何よりもまず昨夜の話、師匠はこれこれ。 我々はこれこれと父が物語る。主従兄弟も探索しながら、まずお互い様に命に別条なく不幸中の幸い。しかし我々は逃げ損なって、ひどい目にあいやした。逃げようと言って蔵前の方へも逃げられず、並木へとい,いけどそれもダメなり、やむを得ず歌詞へ出たものだ。 ところがちょうど引き潮時であったから、それへ荷物をうんと出したものだ。するとまた揚げ潮になってきて、荷物は浮いて流れ出す。それを縄でくくって流すまいとするその大混雑。そこへ、菓子へ火が出てきて猛火に煽られ、焦げつくようになりながら、浮き上がった荷物の上へしがみつき、体を水に濡らしては、 火の子を避けるという騒ぎ。何のことはない、火攻め水攻めを前後に受けて、生きた心地もしなかった。それに苦しい上にも苦しかったことは、あの乾のタバコ屋の物置に火がかかると、ありたけのタバコが一時に燃え出して、その蒸せることは、小熱地獄とはこんなものかと、目鼻口から涙が出やした。 と、今は寒さに震えながら下火にあたっての物語。ぼうぼうばくばくたる焼け跡の真っ黒な世界は師走の鈍色な空の下に無残なさまで投げ出されていました。師匠の荷物はこの兄弟が川の中で助けたものばかりと手伝いの人が持って帰って後に届けてくれたもの少々とが残ったほかには。 何も残りませんでした笑い事ではありませんが前述の万年屋の前で師匠が大事にしょっていった大風呂敷の包みは諏訪町菓子にいた師匠の妹のヤグ布団であったのでわざわざ本所までしょっていったもののこれは妹に返さねばならないと後で師匠が苦笑しましたところがまた不思議なことには 私の道具箱がどこにどう潜んでいたか、そのままに助かった。それはまだ子供のこととて、洋館の檻を道具箱にしたもので、切り出し、岩灯、のみ、物差しなどが入っていた。これが助かったので、後に大変役に立ちました。何しろ今度の火事は変な火事で、蔵前の人々は、 家が残って荷物が焼けました。これは荷物を駒形の方へ出したためです。急に西風に変わったために、蔵前の家々は残りました。ちょうど黒船町の御前屋菓子で火は止まりました。かや寺の平野門は焼けて、本堂は残っていた。この大火が片付いてから、 あの本願寺の門の前を通ると駒形堂がまっすぐに見えましたそうして大川の帆掛け船がそんな大火があったかいと言ったように静かに滑ってゆくのが見えましたかくて浅草は乱暴たる年の瀬を越し寂しい初春を迎えたことであったその頃の消防府のことなど 江戸のいわゆる八百屋街には、引けしがいろは四十八組ありました。浅草は罵声なれど、かの新門辰五郎の持ち場とて、十番の五組といえば、名が売れていました。もっとも辰五郎は、四十八組の頭のうちでも、幅の利く方でした。言うまでもなく、引けしは飛びといって、 はしご持ち、まとい持ちなど、なかなか威勢のいいものであるが、その頃は流土水という不完全な消火器を持って、水を弾き出すのが関の山で、実際に火を消すという働きになると、今日から見れば、多愛のないくらいのものであった。流土水の水はやっと大屋根に届くくらい、それも直接火消しの用を足すというよりは、 屋根に登って働いている仕事士の体を濡らすに用いたくらいのもの。現場という桶を棒で担い、後ろから炊き出しの入った連尺をつけて駆け出した。これは弁当箱で、火消しの食料が入っている。それから差し子で、猫頭巾をかぶり、日がかりする。火消しの働きは至極無縁えんなものにはそういないが、 しかし機械の手伝いがないだけ、それだけ仕事士の働きは激しかった。体を水に浸しながら、飛び口を持って屋根の瓦を剥ぎ、穴をうがち、そこから内部にこもった火の手を外に出すようにと骨を折る。これは火を上へ抜かすので、その頃の唯一の消火手段であった。でこの消し口を取るということが、 その組組の一番大事な役目であって、このことから随分争いを生じたものである。何番の何組がどの消し口を取ったとか、それによって手柄が現れたので、引けしの功績は、一にこれによって成績づけられたものです。それでまといのバレンは焼けても、消し口を取ると見込みをつけた以上、ちょっともそこをば引かぬと言って、 大層見徳なものであった。消し口を取ると、消し札というものをぶら下げた。これは箱根だけに浅糸でで祝えた細い木の札で、これがかかると、その組々の消し口が裏書きされたことになったのです。その頃は豪華になると、百両とか二百両とか、検証でその家を食い止めさせたものです。 こういう時には一層火消しの働きが凄まじかった。一体に当時は、町人の火事を恐れたことは、今日の人の想像も及ばぬくらいである。それは現金のごとく、火災保険などいうような方法があるではなく、また消火期間が完全してもいないから、一度類承したが最後、財産はほとんど丸つぶれになりました。 中には丸焼けになったため、古事記にまで身を落とした人さえある。今日では火事があって、帰って財産を増やしたなどという話とは反対です。したがって火事といえば、すぐに手伝いに駆けつけた。命の次ほど大変なことに思っていたことゆえ、見舞いに馳せつけた人たちをおば、非常にまた喜んだものである。 ですから、火事見舞いは、当時の義理のてっぺんでした。一番に駆けつけたは誰、二番は誰と、真っ先をかけた人を非常にありがたく思い、丁寧に取り扱いました。差し当たって酒弁当は、処方から見舞いとしてもらったものを出し、明日は手ぬぐいに金包みを添えて、お礼に行くのがれ礼です。 それで誰もかもじゃんと言うと、それと言って駆け出す。知り人の家が火元に近いと、飛び込んで見舞いの言葉を述べる。一層近ければ手伝いをする。それで今の小遣いをもらい、帰りにはそれでよたかそばを食ったなどと、随分おかしな話ですが、それも習慣です。というのも筆を 町人が非常に家事を恐怖したところから、自然大勢の人身を頼みにしました。何でも非常の場合とて、人手を借りねば拉致が開かない。それで一般に町人の若い者たちは、心がけの良いものは、手鍵、差し子、わらじ、長丁ょにろうそくを添えて、枕元に置いて寝たものです。 普通、女、子供であっても、寝るときはちゃんと着物の始末を順良くして、それ家事というと、支度のできるように習慣づけたものであった。特に家事を重大視した実際的な証拠として、一旦その家を感動されたせがれとか、番頭のようなものが、家事と聞いて迅速に駆けつけますと、それを手柄に感動が許されたもの。 全く火事は江戸人の重大視したものの最たるものであった。俗に家事を江戸の花とか言って凶がるもののように言いなされておりますが、実際は凶がるどころではなく、恐怖の最大なものであったのです。それで大火となると、長家の騒ぎは言うまでもないが、低妙の手から八方から、お使い板というものが馬上で、 例の火事付近をかぶり、り々しい出立ちで押し出しました。これは火事の模様を中心する役目です。一層大きくなれば町奉行が出て、寄木とか同心とかいうものが働きます。すべて幕府時代においては、江戸の市中、大名旗本の屋敷が六部を占め、支部が長家である割合ですから、長家が火事を重大死し,したごとく、 武家もまた戦場のように重く見ました。金貨の場合には武家も町人も豪華になると王城賃または高張を家前なり軒下に掲げ目印として人々の弁を図りました。このほか家事についてはいろいろまだ話もあるが、まずこれで終わりといたします。猫とネズミの話。 少し変わった思い出話をします。ネズミの話を先にしましょう。私が十五、六歳の時です。師匠の手元にいて、かれこれ二三年も稽古をしたおかげで、どうやら物の形ができるようになってきました。それでそろそろ生意気になって、何か自分では一角の彫刻師になったような気持ちで、 師匠からあてがわれた仏様の方をやるのは無論であるが、それだけでは堪能できないような気持ちで、何か自分の趣向を立てたもの、思いついたものを勝手にやってみたいという気が起こってくる。もっともこういうことは、師匠の目の前で実行してはお叱りを受けますから、師匠の目に止まらないような時を見て、朝がけとか、夜行のしまいとかいう時に、 こっそりといたずらをするのであります。けれどもまだ初心のこととて、自分の腕に叶いそうなものでなければ手がつきません。そこで思いついて掘り出したのがネズミであった。それはちょうど実物大のネズミを実物をお手本にする気で考え考え、コツコツと掘り出しましたが、掘り上げてみると、どうやら形になったような気持ち。 それはヒノキの材でありますから、真っ白であるのを、本当のネズミをゆくのであるから、自分で考えてちょうどな色をそれにつける。手に取って打ち返してみれば、さすがに自分のこしらえたものゆえ、ほんの遊びいたずらとは言いながら、他のあてがわれた仏様よりも、愛念の情がおのずと深いわけ。ある日その出来上がったネズミオーバー 昼食を終わったわずかの休みのいとまに、密かに店頭の棚に乗せて眺めていました。その頃の物資の店は、前にも申した通り、往来に面した店がすなわち仕事場で、今日の物資の店と大した相違もないような体裁。往来からも一目に店が見えるのでありますから、私は内外に気兼ねをしながら見ていました。 すると奥の方から、師匠の自分を呼ばれる声がする。びっくりして師匠の前へ参ると、高吉よお前、これからすぐに大電間町の勝田さんへ使いに行ってくれ。急ぎのようだから早く。というお言葉。かしこまってすぐに店を飛び出して行きましたが、その時急な用事というので、 ねずみのことを打ち忘れ、そのまま棚の上に置きっぱなしにして出たのでありました。そうして使用を済まし、私は午後三時ごろ、テクテク帰ってきました。ところがその、私の留守中に、店へ来られたお客があった。その方は上野東映山派の坊様で、六十くらいの老葬。 駒込世村院の住職で、また芝の神明様の別当を兼ねておられ、なかなか地位もある方であったが、この方が毎度師匠のもとへ、物を頼みに見えられます。今日もそれらの用向きで参られて、師匠と店頭にて話をしておられました。とふと、坊様は師匠に向かい、 さっきからあの棚の上にネズミがいるので妙だなと思っていたのだが、あれは本当のネズミではないのですね。彫り物なんですね。誰がこしらえたのですか。と言いながら、立ってそのネズミを棚から下ろしてきて、手のひらに乗せてつくづく見ながら、これはどうもまことによくできている。 本物と私が見違えたのも無理はない。坊様の興味ありげな言葉に、師匠も初めて心づき、それを見ながら、俺はあの幸吉のいたずらでありましょう。と答えました。そうですか。あれがやったのですか。これは私がもらっておきたい。私は実は根の年なので、 ネズミには縁がある。これは譲ってもらいましょう。それはお安いことです。孔吉は今使いに参っておりませんが、いたずらにやったネズミがお目に留まって、あなたに望まれていけば何より。と紙に包んで、坊様にあげてしまいました。すると坊様は、せっかく孔吉が丹念にこしらえたものを、 ただでもらうのは気の毒。これをあれへお小遣いにやってくださいと、一部銀を包んで師匠へ渡しました。私は留守のことゆえ、その場の様子は見てはいませんから知りませんが、まずこうした順序の妙なことが起こったのでありました。そこでちょっと師匠も困りました。実際ならば、まだほんの年季中の小僧の身のこと、 師匠の言いつけもせぬものを勝手に掘ってみるなとは、よろしくないと口小言を言って、将来をも今しむべきであるのですが、今こうして師匠自身も尊敬している坊様より、お礼の意味の金子を孔吉へと言うて出されては、その処置に困ったのでありました。それで師匠は、その一部銀の使用法を考えて、 坊様が帰ってから、ちょうど時刻もおやつ時となったことゆえ、思いつきで蕎麦の大盤振る舞いをすることにしたのでありました。物価の安い時、一部の蕎麦はなかなかである。師匠の家庭は指定平等主義で、上下の区別を立てず、至極打ち解けた家風でありましたから、奥と店とが一緒で、一家内住が泡になって、 そのお蕎麦を食べておりました。そこへ私が帰ってきました。師匠は私の顔を見ると、大きにご苦労だった。さあ、今日は蕎麦の大盤振る舞いだ。お前は蕎麦が好きだ。たくさんにお食べなさい。という言葉。私は少しがてんいかず、いつものおやつとは大変に様子が違っていますから、 何かおめでたいことでもあったのかと、そのよしを師匠に聞くと。まあいいから、たくさんにお上がり。という。私は好物のことなれば、直ちに箸を取り、お礼を言って食べていると。誰やらくすくす笑い出します。師匠の細君も笑い出す。師匠の妹にて、 おかつという台所を仕切っていられる夫人も笑い出し、孝さんごちそうさま、など言い出して、いかにも様子が変であるから、一体このお蕎麦はどうしたのですとまた問いますと、今まで真面目な顔をしていられた師匠も笑みを含み、実はこれは、お前のごちそうなんだ。お前のネズミは逃げて、蕎麦になったんだ。 遠慮なしにたくさん大上がり、こう言われて初めて気がつき、あのネズミを棚へあげたまま、忘れてしまって使いに行ったがどうしたろうと、店へ行って棚を見ると、ネズミはどこへやったかおりません。しかしネズミが逃げてそばになったとはいよいよおかしいと思っていると、実はかくかくと、師匠は私の留守に起こった一条を物語、 世尊院の住職のお目に留まったはいいとしても、今から勝手なことをするようでは、末始終身のためにならぬからとあっさりと注意をされ、その場は笑いで終わりました。その後この商人が、ネズミ一匹のことから何かにつけて私を愛してくれられ、高吉へと指名して、掘るものを頼まれたこともたびたびで、大いに面目を施したことがありました。 この世尊院という寺は、本郷駒込仙田木に今でもあります。ついでにもう一つ、猫の話をしましょう。これは私の少しいたずらをしすぎた残悔話です。誰でも奉公をした方は覚えがありましょうが、発育盛りの十六七では、あてがわれただけのものでは、ややともすれば不足がちなもの。 固定のうちではないことだが、奉公人を使う過程となると、台所の決まりがあって、奉公人の三、四人も使っておれば、大概お惣菜など、朝は芝のお汁。中半に八杯豆腐か、晩はひじきに油揚げの煮物のようなもので、それはつましいものであった。一日十五日、二十八日の三日には、 魚をつけるのが通例です。ある年の三四月頃、江戸ではカツオの大量で、至るところの魚屋ではカツオの山をなしていました。それでどこの台所へもザラにカツオが入る。師匠のうちでも、ある日カツオの刺身がお惣菜に出るという塩梅大量のおかげにて、 久しぶり我々はありがたくそれを頂戴したことであったが、今もうすごとく、初育盛りの年配ですから、お決まりの一人前の刺身くらいは物の数でもなく、たちまちそれは平らげられてしまいます。おかしいお話だが、実は口おしといったくらいのもの。それで帰って物足りない気がして、もっと心ゆくばかり、 今の刺身が食べたいという気持ちになるは無理もなく、台所にはまだ師匠や蔡くんの分が大分皿に盛られたまま、晩食の分がネズミいらずに入っておりますので、私はどうもそれが気になって、何とかして一つ、それをすっぱりとやってみたくなりましたが、当時師匠の台所は師匠の妹のおかつという夫人が仕切っていますから、 いかに奥店無差別の平等主義な家庭であっても、そう勝手に台所の権利をか乱するわけにはいきませんから、なんとかうまい案を考えて、その目当てのものをせしめてやろうと、店で仕事をしながら考えましたが、ここに一つ明案が浮かんできたので、私はそっと台所へやってきました。台所へ行くと、そこに大根おろしに使った、 大根の切れっぱしがある。それを持ってきて、お手の物の小刀で、猫の足跡を掘り出したのです。ちょうどそれは、梅の花の形のような塩梅に、たちまちそれが一つの陰形のようなものに出来上がったのを、私は見ていると自分ながらおかしくなったが、しかしこれが妙案なのであるから、再びそれを持って台所へ行き、 おかつさんのいないのを幸い、へっついの灰を今の大根の掘り物の表へなすりつけ、かまどのそばやら板の間やらへ、猫の足跡とそっくりの型をつけ、あたかも泥棒猫が忍び込んだというような思考にした後で、見事に平らげてやったのでありました。そうして知らん顔をして、店へ来て仕事をしておりました。 しばらくすると、台所の方で、おかつさんの声で怒鳴っております。何を騒いでいるかと耳を立てると、案の定、ネズミいらずの中の刺身がなくなっていることを問題にしているらしく、あの畜生だ、あの泥棒猫の仕業だと怒っている。師匠のうちにも三毛猫が一匹いるが、裏口合わせの長屋の猫が立ちが悪く、 毎度こちらの台所を荒らすところから、疑いはその猫にかかっている様子であります。私は心におかしく、なかなか妙案だったと思いながら、なお台所の方へ気をつけていると、またしばらくしてから、台所でガタビシと大変な物音がします。何だろうと覗いてみると、おかつさんが疑いをかけたその裏長屋の泥棒猫を捕まえて、 ここんちくしょうんちくしょうと言って、力任せに花面を板の前こすりつけております。物音を聞いて、師匠もそこへ立ち入で様子を聞き、それはおかず、お前が手落ちなんだ。そんなに手荒にしなさんな。もういいから許しておやり。などなだめている。いえいけません。んこやつがお刺身を取ったんです。 以後の見せしめにこうしてやるのです。とまた鼻面を、嫌というほど猫は忘られておりますから、私はどうも鼻肌恐縮。不ラチな奴はその猫ではなく、いたずら半分の手細工は自分なので、何とも早気の毒千番。猫に対してかわいそうで、申し訳がないような立場。今さらカクカクと言って出るのも変なもので。 少し薬の効きすぎたことを自分で驚きながら、やっと台所の静かになったのに、胸をなでおろしたことがありました。それ以来私は、無実の罪を得て、成敗を受けた猫のために謝罪する心持ちで、カツオの刺身だけは口にのぼさぬように心がけ、六十一の還暦までは、それを固く守っておりました。 六十一は一回り、それからは赤ん坊から生まれ返った気持ちですから、今日ではカツオの刺身も口にするようになりました。他愛のない話であるが、何の気もなくやったいたずらが損害深い記憶を記しているという話で、人間一生の中にはいろいろなことがあるものである。一度うちに帰り、 父に戒められた話。今の猫とネズミの話のあった前後の頃追いは、徳川氏の世の末で、時勢の変動激しく、何かと相乗が引き続く。それにつけて、指示の天候なども甚ははだ不順であって、凶作が続き、雨量多く、毎日じめじめと嫌な日よりばかりで、 米は一円に二と八章という高値となる。今までは円に使ともあったものが、こう冒頭すれば、世の中も騒がしくなるのは当たり前である。しかし米は高くなったからといって、日常のものがそれにつれて高くなるということはなく、やっぱり百で六杯の蕎麦は以前通り、職人の手間賃も元通りである。かと思うと、 一方には宅庵一本が七十二門とか、天保一枚とかいう高いものになってくる。つまり経済界が乱調子になったことでありますが、こういう世の中の行き詰まった折から、貧乏人騒ぎというものが突発してきました。ある人が中野号の唐立寺の近所を通ると、紙の旗やむしろ旗を立てて、大勢が一段となり、 時の声を上げ、米屋をぶち壊して、勝手に米蔵をさらっていく現場を見た。妙なことがあるもの、変な話だと、昨日目撃したことを隣人に語っていると、もう江戸市中全体にその暴挙が伝播して、そこにもここにも貧乏人騒ぎというものが頻品と起こっている。それは実に、 その電波の速さといっては恐ろしいくらいのもの。一種の群衆心理と申すか、世間はこの噂で持ちきり、人心恐々の手でありました。またある人の言うには、何がしの大棚の表看板を打ち壊して、芝のあたご山へ持って行ってあったそうな。不思議なこともあるものだ、という話。 その話を聞いている者は、誰もかも妙な顔をしている。昔やっぱり米騒動のあった折に、大若衆が出てきて、そんなことをしたものだという。やっぱり今度のそれも、大若衆がやったのであろうなど、腹の中で考えて、一層不安が増し、鳥沙汰がやかましくなるという風で、 私は師匠の店に寄って仕事をしている間、子供心にも、これらの世間話を聞きますにつけて、自分の親たちのことが心配でならないのでありました。一心に毎日の仕事をしているうちにも、ふと家のことを思い出すと、仕事の手を止めて、ぼんやりとそのことを考えている。今頃父はどうしていられることだろう。 母様は何をしていられることか、と思い出しますと、どうもこうして師匠のうちに、自分だけ安穏とはしていられない気がしてくるのでありました。自分の父は、幼い時その親が体を悪くされたために、自分の身を犠牲にして、一生懸命一家のために尽くされたという。自分はその父が、 家のために尽くしたという年齢よりもまだずっと大人になっているのに、こうして師匠のうちに安穏として家のことや親たちのことをよそに見ているというは何たる不幸のことであろう。ここはこうしている場合ではない。自分も父のしたように、自分の父に対してその気球を手助けしなければならない。 こう私は思い詰めぬわけにはいかなかった。ある日日暮れに、ふらふらと黙って師匠の家を出て、親の家へ帰ってきました。父は機嫌な顔をして私を見ていました。母はそれでも何かと私に優しいことを言ってくれていました。私は父に向かい、実は世間がいかにも騒々しく、 いろいろな噂を聞きますので、うちのことが心配でたまりませんから、明日からあなたと一緒に商売をして、何なりとお手助けしようと思い、それで戻って参りましたので。こういう意味のことを恐る恐る述べました。それで父の言いも解け、眼色も和らぐことかと思ったのは間違いで、父は恐ろしく厳しい声で、 私に怒鳴りつけてきました。バカ野郎貴様はもう俺の言ったことを忘れてしまったか何時が始め、師匠のお宅へ奉公に出る前の晩、俺は何時に何と言った一旦師匠の家へ行った以上、どういうことがあろうとも、年季の住まぬうちにこのうちの敷居をまたいではならんと言ったではないか。 途中で帰ってくれば足骨をぶち折ると確かに言いつけた俺の心を、汝は何と聞いたのだ。俺は子供の時、一家の事情によって身につくような職をも覚えず、中途半端な人間になってしまったが、汝にはそれをさせたくないという親の心がわからんのか。世間が騒がしかろうが、貧乏をしようが、 何時の手助けを当てにするくらいなら、何時を奉公になど出しはしない。一旦師匠のうちに住み込んで、年季も満足に努めあげず、中途で師匠をいとまどるというような心がけで、何時は何ができると思うかえって親の手助けをしようなどと、生意気なことを言うな。俺には知域も交際もある。 何時のような中途半端で帰ってきたフラチな奴を家に置いたとあっては、俺が世間へ顔向けができない。今日限り親子の縁を切るから勝手にしろ。かねて言った通り、足骨をぶち折ってもやりたいが、今晩だけは勘弁してやる。どこでも出て行って、その腐った少年を叩き直せ。こういうわけで、 実に恐ろしい剣幕。ぐずぐずしていると、本当に足骨を打ち折られそうでありますが、しかし私は、この父の厳しい剣跡によって、つくづく自分の日を悟りましたので、散々その場で父に謝罪をいたし、以来決して不心得をいたしませんによって、今度だけはお許しを願いますと、 涙を流して申しました。そうか。それがわかればそれでよい。俺には長男美之助があり、貴様は次男だが、母には汝は一人の子だによって、母に免じて今度は許す。汝が一人前の人間になるまで、どんなことがあっても俺は汝の腕を貸せとは言わぬ。 うちのことなど考えず、一生懸命仕事を励み、師匠のため尽くせ。それが難児のすることだ。わかればそれでよい。こう言った後、父も機嫌を直してくれまして、それから母がお茶を入れ、菓子など食べ、早速その晩、師匠の家へ立ち帰り、一層身を入れ仕事を励んだことでありました。 思うにこの時、父が各厳しく訓戒してくれましたことは、誠に親の慈悲であって、こうした教訓を与えられず、甘い言葉をかけられ、また父の都合上から、私の小さな力でも借りようとしたならば、私の将来もほとんど想像されたことであります。もしこれが普通の人であったら、こうも私の父のごとく、 厳しく引っぱりと頭からやっつけはしなかったと思いますが、各手厳しく見積されたことは、私の身にとり、どんなに幸福であったことかわかりません。父の賜物によって、将来世に立ち、まず押しも押されもせぬ人間一生を、各通り越しきたことは、心に感謝する次第であります。私の父は、 前にもたびたび申したごとく、とに気性の潔い、正直末法で、それに古文のものなどに対しては思いやり深く、身にを切っては尽くすという気前で、自分の親のことを自慢するようであるが、なかなかよくできた人であった。後年隠居をいたし、私から小遣いをもらって、紙詣などに参りまして、 もらっただけの小遣いはそれだけきれいに使ってきたもので、それも自分のためというよりは、何でも江戸の名物と名のつくものを買ってきて、うちのものにお土産にして、みんなで一緒にお茶を入れて、それを食べて喜んでいるところなど、昔ながらの気象が少しも変わりませんでした。よく芝口のおはぎ、新名の大々餅、 土橋の大黒寿司などがお土産にされたものでありました。